こんにちは、ゆめのです。今日も手放すものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。今日で、捨て活動画がですね第54回目となります。はい、54回も続いているのかって感じなんですが、今日手放すものはですねこちらの、バスタオルになります。はい、かなり大判のもので、最近はあまりこんなに大きいのはないかなと思うんですが、これはですね以前愛用していたスキンケアのお化粧品の会社のもので、このタオルがすごく柔らかくて肌触りが良くて、ずっと使っていて、でずっと枕カバーとして使っていたんですけれど、ちょっとですね、まあ分かるか分からないかかっても出てるんですけど、ちょっとピーッと糸がたくさん出てきていたので、ずっとハンドメイドに使っているワゴンのカバーとして使っていたんですが、ちょっともうですねあまりにもボロボロになっていて、でなんとかして使えないかなと思って、これを座布団代わりにしてみたり、あとはそうですね裏返せばいけるんじゃないかと思って裏返して使ってみたり、結構格闘したんですが、やっぱりちょっとボロボロだなっていうことと、洗いすぎてもう何でしょう、ザラザラして痛いので、もう枕とか顔のこういう周りに使うものとしては無理だなっていうことで、なんとかして使えないかと悩んだんですが、解決策が見つからなかったのでもうちょっとこの捨て活記録動画に便乗しまして、こちらのですねもうこれも5、6年じゃないかもっとかな、使ったかと思うんですけど、まあ、もう思う存分タオルとしての役目も果たし、ほこり余計カバーとして の仕事も果たしてくれたので手放そうと思います。こちらですね、こんな感じで今日の手放すものは、お役目を終えてくれた長いお付き合いのバスタオルになります。はい、そんな感じで今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。